スピリチュアルをぶっ壊す、キューン。はい、毛沢東論内、今回も絶好調で始めさせていただきます。私去年コロナかかったんですけれども、かかる前よりかかった後の方がなんか妙にね元気なんですよね。コロナにかかる前より調子がいいっていうか、コロナ前はちょっとね調子が悪かった。例えばまあ気管支がどうとかいろいろあったんですけれども、今何にもないんですよ。なんかねいいかもしれない、コロナもしかしたら。というわけで早速相談入らさせていただきます。今回はですね、空手道場の師範代の方からお便りが届いております。空手道場武元塾の代表塾長石塚勝弘様からです。ですね、ではまず早速ですね、石塚様のですね空手道場のちょっとね紹介をさせていただきます。質問に入る前にね、我が空手道武元塾の前身は大道塾千葉支部で、当時の支部長は沢田良二、北斗家中量級3連覇した人です。1992年に大道塾を脱退独立しました。自分は九州本部の責任者をしていましたが、1990年に呼ばれて千葉へ行きました。脱退する時に沢田親分についていきました。親分についてた。その後総本部を沖縄に置き、自分は千葉の責任者となりました。現在関東地区では千葉県では5カ所、茨城県では1カ所の道場があります。もうすごいじゃないですか、手広くやってますね。それでですね、本題に入ります。石塚様のお悩みです。ご相談2つあるんですけどね、ご相談その1から、強い道場生が最近出ていない、試合に強い道場生に出てきてほしい、もっと試合なんかでね活躍してほしいということですね。それからですね、もう一つのご相談としましては、自分たちおじさんも強くなりたい。いやもう十分強いと思うんですけれどもね、石塚様は。まあ武のね道は一生ですからね。というわけで、質問には必ず答えがあります。毛沢東席にね、道場武元塾が、武元塾の若手がどうやったらねこう試合がガンガン強くなれるかということを聞いています。問いかけには必ず答えがあります。しょっちゃー。というわけで参ります。ここは天安門広場、毛沢東席、お言葉をお願いいたします。空手道武元塾の若手選手が試合でガン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 活躍して、そして栄光を勝ち取るにはどうすればよろしいか、具体的アドバイスお願いいたします。革命無罪造反より、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 毛沢東主席お言葉をお願いいたします。ちっちゃー、毛沢東語録188ページ、自力更生、国苦奮闘、我々の方針はどのような基礎の上に置くべきであるか、自己の力という基礎の上に置くべきである、これを自力更生という。我々は決して孤立してはいない、帝国主義に反対する全世界のあらゆる国家と人民は我々の友人である。だが我々は自力構成を強調する、我々は自らが組織した力に依拠して内外のあらゆる反動派を敗北させることができる、抗日戦争勝利後の時局と我々の方針、1945年8月13日毛沢東語録。ここなんですけれども、自力構成ということですから、これは道場生の方の自主性を強く求めているということですね。そしてですね、ですね、これが内外のあらゆる反動派を敗北させることができるっていうありますから、ここはですね、外側からの、例えば年長者からの
空手師範の頑張れなんとかっていう、そういう上からのではなく自力からっていうことで、まあ内外のあらゆる半島派を、それつまり他の道場の選手ですね、を敗北させるってことがあるんですけれども、ここがねちょっとね気になるところですね。こんな一つでちょっと私がねこれキーワードだなと思ったのが、我々は決して孤立していないということですから、これはですね裏を返せばですね、道場生の方がもしかしてですね、みんなで一緒に稽古していてもなんとなくこう孤立感っていうか、どっかね疎外感を感じている人がいるんじゃないかなってことをここにね書かれてるようなね、そういうのがちょっとね匂ってくるんですよね。そう、ここではですね、抗日戦争勝利後のってありますから、まずね勝利を前提ということに置いて考えると、道場生の方を強くすることイコール孤立させないということですね。そういうわけでですね、ちょっとね、お一人ですね、膝を詰めて話してみてはね、いかがでしょうか。孤立感があっては、本来のポテンシャルを伸ばすこともできない。闘争に勝つことも、革命への道を進む力も、みなぎってこないのではないかということです。その辺をね、ちょっとね、孤立感を感じてる若手の方がいるかもしれないよってことをここに書かれてますので、ちょっとその辺をねお話しなさってみてください。それでまた何かこう毛沢東主席に聞いてみたいことがありましたら、いつでもね私にお寄せくださいませ。毛沢東占いチャンネルは空手道無限塾を応援いたします。ではおっす、パチン、頑張ってください。